いどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。最近の動画でさフレンドコードをさ公開したじゃん。そしたらね想像を超えるほどフレンド申請が来てまして、そしてねフレンド申請してもらうときに名前をですねピオキングなんちゃらってしたら分かりやすいかなって言ったと思うんですよ。そしたらねフレンドがみんな名前がさピオキングなんちゃらピオキングリスナーピオさん神ピオさんなんてらなんてらみたいなめちゃくちゃ多かったんですよね。もうその名前の方は全てフレンドになっていただきました。どうもフレンド申請していただいた方ありがとうございます。いやでもねそっから気づいたんですよ。僕 YouTube が見れなくてさニコニコ動画しか見れない方たくさんいると思うんですよ。小学生のね低学年の方でフレンドになってフレセンってどうやってするんだろうと思っていや無理だよね。ごめんなんかさせっかくフレンドになってもらったんですけどどうしようかなってねめっちゃ考えてるんですけどね、なんかいい方法ないかなって思うんですけど、やっぱ YouTube が見れないっていうのは僕 YouTube ライブしかやってないんで難しいと思うんですよ。いやちょっと待ってこれ猫マジいるね。よしオッケー待ってここもう一回僕シリで叩くから、そうシリで叩くからちょっと待ってね待ってここにゴールがあるっぽいね。はい、そして今日はですねたまにあるコメントを適当にねちょっと返しながらやっていきたいと思います。ちょっと昔のコメントになるんですけどピオキングさんもう喋りながらね激ムズコースをクリアするのはねすごすぎとか意外と来るんですよ。ねそれは全然そんなことなくって喋りながらはねもう最初はやっぱり難しかったんですよ。でもね慣れてくると喋りながらと黙ってするのって全然変わんないんですよね。今も僕これね喋りながら当然やってるわけですけど意外と変わらないんですよ喋りながらと。いやむしろさ喋りながらの方がね勝てる時あるんですよね。なんでかなって思うんですけど、なんだろうね、いつも喋ってやってるから逆にね無言の時っていうのは結構ねなんか落ち着かないっていうかさ、負けたけど、いやそれはねやっぱ無言の方がね少しはねうまくできるんですけど、多くの実況者の方っていうのはまあほとんど変わんないんじゃないかなってかもうみんな打ち上げられてんな花火と自分がさ、僕もたまには打ち上げられるかな。でも今はもう冬だし花火ないよね。なんか冬の花火とかもオツでいいんですけどね。っていうか最近寒くなりすぎマジで、もうみんな気をつけてねマジ風にさ、もうやっとインフルエンザ、まあもちろん今のコロナもそうなんですけど、ちょっとルイージそれよこして、ルイージお前はやっぱそういうやつだったのかルイージ、ちょピー踏ましてって。分かった、一番前あげるからね、ルイージにみんな一番前あげよう。そしたらさルイージピー押していくかもしれないで、おほほもう急なんだから。なるほどそういうことね。じゃあ僕上から行きます、僕上から行きます。うわルイージの衣装は嫌だ、ルイージの衣装は嫌だ、ルイージ協力しよう、ルイージなんでジャンプしないの、ちょっと待ってって、ルイージそこだけジャンプすんのかよひどいよルイージ。よし OKOK、ま、ルイージ抜いていこう、もうルイージ抜いていきます。ルイージうめえななかなかルイージうまいね。ちょっと待ってルイージ、もうこれは僕よし渡っていきますこれ何、ピーいらんかったな。てか一番遅い僕、なんかさっきさ喋りながらしてるとさあんま変わんないとか言ってたじゃんめっちゃ遅いよね。よしこれは当たっていく、ちょっと待って、右に行く、よしルイージ先行った、ルイージ上行ってるね。よしオッケー、じゃあよしこれは踏んだ、いや待ってタイミング良すぎ、タイミングよしこで、これは上ですよ。よしルイージめっちゃ早いね、待ってルイージ待てって、待って本当に待てってルイージ。よしこれうわ抜けていくのきついな、これジャンプしていく、ジャンプしていこうか、ジャンプしていった方がねいいと思う、多分クッパクラウンジュニア多分いらんと思う。よし来た、もうルイージはもうそろそろゴールがあるんじゃないか、やったナイスナイス、何オンオフで上オッケー語彙力ゴミだったね、ナイスオンオフってやばいナイスオンオフはやばい、あこれ難しい、どうしよう、これ思いっきり助走付けな感じ、オッケー来た、でこの何これドーナツね、でこのツタね、ありがとうルイージ、ゴールしたっぽくない、絶対ゴールしたでしょ、うわめっちゃ煽られてるパターン、キノピオ
そしてコメントを読んでいく中でめちゃくちゃ嬉しいコメントもありました。 YouTube のコメントです。本当に最近ですけどピオキングさんの動画を見つけました。今では毎日楽しみにしてます。今まで他の方のマリメは見たことありましたが本当に嘘なしでピオキングさんが一番好きです。これからも応援してます。いやありがとう。いや本当にもうそういうの嬉しい。いやちょっと待ってこれスターずるいって。うわこれもうゴールパターンでしょ速攻。お前カエルいる？これカエル取っていく？カエルとスター取っていこうか。オッケー。いやでもこれカエルあんまいらんくね。カエル多分あんまいらんっぽいよね。この後水中ステージとかがあればさ。なんだこれ。そしてねニコニコからも拾っていきます。で毎回ですねこういったコメントあるんですよ。いつからかな。同じ人だと思うんですけど、いつも見てます、ピオキングさん大好きです、応援してますっていうねコメントが毎回あるんですよ。いつも同じねコメントをしてくれてるんで多分一緒の人と思うんですけれどもね、うん、非常に可愛いコメントありがとうございます。キノピオじゃない、キノピコ連れてって。これ4つ目でしょ。どっちが入る。おっしょっけ2人で行こうね。これはなんか見たことあるねこれ多分ね。ここアイテムでしょ。よし来た。これ確かいろんなねコースがあると思うんですよ。あの1の1の今回はねこのスーパーマリオブラザーズ3ですけど、ごめんキノピコ。オッケー危ねえ、ヒップドロップするところだった。で今回はスーパーマリオワールドか、これワールドのコースだね。以前ここでやられたことあるんですよ。いや動画にしたかわかんないんですけどね。で次はねよしオッケー来た。ごめんキノピコオッケーとか言っちゃいましたけど、いや待って、よしオッケー。でジャンプ。これはスーパーマリオなんだろうこれ、あの DS とか来たらマジわかんないんですよ僕。ちょっと待って、いやキノピオ抜けるかな、これ抜けないかな、どうなんだろう。あとどんくらい、もうちょいで終わると思うんですよ。うわこれで終わりっぽい。やっぱりちょっと待って、うおノルウェーさんいるって。てかその前に待って、みんなピンクエスプラスじゃなかった。いやこのコースですラストバトルにしたいと思います。これで勝って終わりたいよね。皆さんあのピオキングが勝つと思う人手挙げてください。はい、100人見てるとしたら多分全員挙げてないでしょう誰一人挙げてないでしょう。きっとねノルウェーさんが勝つと思ってる人でしょう。でもね僕はここで勝っていきたいと思います。ノルウェーさんは気持ちよ。待って投げて、もういや絶対負けたこれ絶対負けた。アイテム取っていこう。せめて僕はねアイテム取って安全に行きたいと思います。よしオッケー。もうこんなんしてる時点でさもうダメだよね。プロの人っていうかマジ上手い人は多分アイテムとか取らないと思うんだよな。お見て見て1人抜いた。これ2人、なるほどコイン条件か、わかった。ノルウェー絶対踏んでやります。ノルウェー待ってさっきの借りは返してやるぜ。待ってノルウェーはもしかしたらさあのレート下げたくないから向こうに行くんじゃないかな、多分そんな感じと思うんだよね。あー待ってノルウェーノルウェー待って、いやそのままゴールする気が、いや大丈夫、一人ずつ抜いていく気だな。よしルイージここは協力しようぜ。うわこれは壮絶なバトルが繰り広げられてます。ちょっと待って、僕はこの亀を持っていきます。これをノルウェーにぶち当てます。ちょっと待ってねみんな、うおっおりゃー、あー当たっちゃった。待ってやられる、こんなことしたら自分がやられちゃう。おお危ねえこっちに投げよう。僕が行きます、特攻隊長キノピング。キノピング謎なんだキノピングって。待って待って、マリオ頼んだ、マリオよし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 、このまま一気に行こう、このまま一気に行きます僕。悔しい。タイムアップをねもしかしたら狙ってるかもしれないんですよね。もう行きます僕、特攻隊長絶対踏みます僕。ほっよし来た、ここまで来た、ここまで来た、ノルウェー勝負だ。でか残り60秒しかね。ノルウェー逆に逃げるのうまくね。来たルイージ、ルイージナイス、ルイージナイス、オッケーオッケーオッケー、あとはルイージだけだね。このままルイージは多分ねダッシュして目指すと思うんですよ。でも僕はそこもらう、俺がもらう、やったルイージだこの動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。